はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。私は特にツイッター上で情弱ビジネスだとか情報商材を叩いているような人たちと仲良くさせていただいているつもりなんですけれども、そういった方がよく叩いているしめじアットウェブ制作 SNS マーケターさんのある投稿について自分なりの見解述べさせていただきたいと思います。前提として、私が正しくって彼が間違ってるだとか、彼の全人格を否定するだとか、彼の全ツイートを否定するっていう気持ちはありません。中には例えばネット検索力を培いましょうみたいな投稿に関しては、私もその通りだと思うんですね。例えばコンサルティングを受けている人であっても、何か問題が起きたらすぐに講師に聞いて答えをもらうっていう感覚ではなくって、コンサル受けている最中でも、わからないならわからないなりにネットでググって、それなりに解決しようと試みてみる、試行錯誤してみる、わからないなりに仮説を立てるっていうことは大切だと思います。ただ基本的に彼の投稿に関しては、私は自分の考え方が真反対なので、どっちがいいかっていうのはもちろん各自が十人十色でご判断いただくことかと思いますが、私から見るとちょっと目に余るなぁと思った投稿を紹介させていただきたいと思います。あともう一つ重要なポイントなんですが、すべての学問でもビジネスでも批判と反論の繰り返しで成長していくと思うんですよ。私だって間違ったことを言ったりだとか、語弊のあるような言い方したりだとかすることってあると思いますし、なんなら自分が1年前に出した動画の内容と今のAmazonの状況が変わっているってこともあるので、自分対自分の中でもある種批判と反論を繰り返していく中でアップデートしていく必要があると思うんです。よって今回名指しで話しちゃいますけど、しめじさんも私の動画でなんかこれちゃうんじゃないかみたいなことあったら、もうバキバキに批判していただいて結構です。別に喧嘩しましょうぜ、やったろうぜっていう意味ではなくって、私もそういったご指摘いただくことによって自分自身の成長につながる、自分の糧とすることができるかと存じますので、その点はどうぞあしからず。では早速話をしていきたいと思います。こちらの投稿です。正直ちゃんとした教材とかコンサルなら買っちゃった方が早いですよ。どう考えても独学は時間の無駄が多いです。福岡から東京にヒッチハイクで行くのか新幹線で行くのかくらいは違う。ただ中には再現性を全く担保してない教材とかもあるので、口コミくらいはちゃんと見ようねってだけだと思う。この投稿なんですが、正直ほぼほぼ自分の考え方とは繰り返しになりますが真逆です。まず比較的賛同できる部分っていうのは、独学は時間の無駄が多いですって部分かなと思います。独学で進んじゃダメっていうわけではないんですが、独学って自分でわーって突っ走っていってしまう。で、ある程度までは突っ走っていけるんですよ。 Amazon 物販でも商品を出品するところまではどうにかこうにか独学でも突っ走っていけると思うんですね。ただ出品した後で商標違反を起こしてしまって出品停止になってしまうだとか、なんかトラブルが起きた時に基礎的な専門用語だとか Amazon の基本的な部分っていうのを理解していないので、わけわかんなくなっちゃって、そこで右往左往してしまうって方が結構多いんです。私もこういう発信しているので、独学で勉強している方がトラブルに見舞われて藁もすがる思いで連絡してくださるって場合があるんですが、ご相談内容を拝見していても、正直ボタンの掛け違いを繰り返して上まで来て、このトラブルについて説明されたところで、その前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 の段階からおかしくなってるんじゃないかっていうことは推察できるんですが、具体的にその細かい経緯っていうのを聞いてコンサルティングを行うっていう話になると、私有料コンサル生さんがいる手前、相談そこまで乗ることできない部分もあるんですね。独学で始めて突っ走っていっちゃってトラブルが起きた時に、そのトラブルだけ解決できたらいいのであれば、わけはない話なんですが、前の段階から修正していかないといけないって場合も往々にしてあるので、そういった意味では独学って長い目で見ると時間の無駄が多くなるっていうのは確かにその通りだと個人的にも思います。こっからは反論なんですが、ちゃんとした教材とかコンサルなら買っちゃった方が早い。口コミくらいはちゃんと見ようねってだけだと思うって書いてあるんですが、まずちゃんとした教材とかコンサルが何なのか、どれなのかっていうのを口コミを見て判断するっていうのは
めちゃめちゃリスクです。なぜならば、よくネット物販の代行会社おすすめランキングとか出てますけど、あれってどっかの代行会社が作っているサイトで、かなり口コミとか操作している場合も多いからです。中にはランキングサイトを作って、露骨に自分の会社を1位に持ってくところもあるんですが、1位にあえて持ってかないで2位ぐらいに入れておいて、実は1位よりもめちゃめちゃいいこと説明文に書いてるみたいなパターンもありますので、口コミを見てちゃんとしたコンサルティングを判断するっていうのは無理ゲーだと個人的には思います。じゃあどうすればいいかっていうと、いくつものコンサルに問い合わせとかしてみて、実際に話してみることが大切ですし、コンサルティングが始まった後に、実際誰が自分の担当をしてくださるのか、わーって顔出ししている人ではなくて、その人の自称弟子みたいな人がいきなりひょっこり出てきて私が担当ですって言ってくると、こちらとしては興ざめになることもあると思うので、そういった部分も含めてしっかりと話し合いをできる環境っていうのが入学前にあるかどうかが要になってくると同時に、いいことだけ言ってる人って大抵嘘つきです。物事っていうのは一長一短あるわけなので、メリットとデメリットが存在しているわけですね。で、メリットはこうっていうのは誰でも言えるわけで、大切なのはデメリットはこうで、このデメリットを払拭するためにこういった解決策っていうのを我々は行っていますよっていう部分まで話して、初めて全体像になってくると思いますから、そのビジネスの良い点も悪い点もしっかりと並列させて提示してくださっている方なのかっていうのも大切になってきますし、今すぐやりましょうだとか、今日入会したら3万円引きだとか、マーケティングの希少性の原理だとか、クエストの法則っていうのを駆使して、どうにかこうにか今すぐにでもお金を払わせようとしているところも怪しいと思います。なぜならば、セミナー受けたり話を聞いたりしてふわふわしている、高揚感のあるような状態でいきなり入学してしまうっていうのは衝動的な行動になって愚行になる可能性もありますので、あえてじゃあ 2,3 日考えて改めてやるかどうか判断してくださいぐらいのことはせめて言うべきだと個人的には考えています。次に、福岡から東京にヒッチハイクで行くのか新幹線で行くのかくらいは違うっていう、この例えかえって分かりづらくなっていますよね。何がいけないのかっていうと、ヒッチハイクで行くのも新幹線で行くのも何か乗り物に乗ってぼーっとしてたらついちゃうからです。ネット物販でも何でもそうなんですが、商売っていうのは自分の足で進んでいく必要があって、新幹線みたいに乗っかったら勝手に目的地まで行くようなスタイルのものではないんですよ。よって例えを出すのであれば、例えば山登りに例えてガイドと一緒に行くのか、ガイドも地図も予備知識もなしでいきなり山道にバーって駆け出していってしまうのかっていう例えを出す方がいいと思います。嫌な言い方すると、言葉が浅い人の特徴って、例え話を出すんだけど、その例え話が一見わかりやすいんだけれども、よくよく考えてみると引っかかるポイントがたくさんあるようなことを言っちゃうっていうのが挙げられます。そして最後です。ただ中には再現性を全く担保していない教材とかもあるのでっていうことなんですが、私からしてみれば再現性を担保している教材だとかコンサルの方がリスキーだと思っちゃうんですね。なぜなら、再現性ってその教材やコンサルを買ってほしい側の人が勝手にくっつけた適当な言葉だって考えているからです。再現性っていうのは、その商売が真っ当だという前提は必要になってきますけれども、地味に地道にしっかりと進んでいった人が実績が出るまで諦めなければ、どんな商売だって再現性 100% なんですよ。極端な話ですが、そのコンサルを始めて言われたことだけやるけれども、それ以外自分で考えずにぼんやりしていても再現性 100% なのかって、それはないですよね。変に再現性 100% みたいなこと言ってるのは、どう考えても嘘の塾、嘘のコンサル、嘘のスクール、嘘の教材なので、そういった饒舌な宣伝文句で自分の商材を売ろうとしている人の人間性を私は疑ってしまうということです。再現性っていう言葉と合わせて、飽和状態にあるだとか、ブルーオーシャン、レッドオーシャンって言葉もありますが、あれも正直適当に言ってるような感じがしなくもないんですよね。何も考えなくても機械的に相乗り出品を行ったら Amazon でボロ儲けできた時期っていうのも10年前ぐらいにはあるっちゃありますけれども、今も Amazon 物販ってみんな続けているわけじゃないですか。そして実績を出している人は出しているわけですよね。つまるところ、飽和状態だとか、レッドオーシャン、ブルーオーシャンっていう言葉自体も、能動的にあんまり考えないで、なんとなくやっても稼げるっていう段階をブルーオーシャンと言っていて、なんとなくやったら稼げないって段階をレッドオーシャンって言っているだけに過ぎないので、あんまり商売の本質的なところはついていないのかなと考えています。というわけで、今回は、しめじウェブ制作 SNS マーケターさんのつぶやきについて、私とすれば全く逆
の意見の部分が多かったので話をさせていただきました。とにかく教材とかコンサルを買っちゃった方が早いって言われると、今すぐに買っちゃおうって思う人いると思うんですけれども、自分が慣れている分野なのであれば判断は早くてもいいですが、これからやっていく不慣れな分野の教材だとかコンサルだとか、そういったものに関しては時間をかけてじっくりと慎重に検討して精査していくっていうことの方が大切だと思います。要するに自分がいつも通っている通学路であれば、家から学校、家から会社まで何も考えなくても進んでいって間違いないじゃないですか。しかしながらそれこそ全く行ったこともない土地の全く行ったこともない目的地に今から行くってなった時はわーって進んでったら大抵間違えますから、それこそ先ほど申し上げたガイドも地図も事前知識もなくって山の中に駆け出して行ってしまうような状況と同じですから、今すぐやりましょう、即断即決だみたいな言葉に先導されずに、じっくりと時間をかけて自分がどのコンサルティングを受けるのか、教材を購入するのか、そういったことを考えていった方がいいと思います。今回の動画少しでも参考になったなって方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。また今回の動画について何かしらのご意見ご感想ご指摘などなどございましたら、ぜひお気軽にコメント欄お書きいただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。